鹿児島近郊湾サマーナイト大花火大会は桜島に面した鹿児島港本港区で毎年8月中旬か下旬の土曜日に開催される鹿児島市主催の花火大会である九州最大級の花火大会花火の打ち上げの様子はラジオで生中継される2008年は NHK の大河ドラマ篤姫にちなんだ花火が打ち上げられた 農業観光船が運航され、会場から花火を見ることができる。1998年から鹿児島市が計画を進め、2000年に南日本放送、南日本新聞などの協力により、第1回が開催された。2003年は同年4月に鹿児島市の南国花火製造所で発生した爆発事故の影響で中止した。2010年の 第10回記念大会より、旧鹿児島本港北埠頭ターミナルと、旧高速線トッピー発着場を利用した2種類の有料観覧席が設置された。2015年は、桜島の噴火警戒レベルが4に引き上げられた、ことにより安全確保が困難なため中止となった。当日は、会場周辺は、水族館、南埠頭を中心に交通規制がされる。 また JR 鹿児島中央駅大会会場間に有料のシャトルバスが運行するほか臨時便が運行される。また JR は通常の列車は増結され、これとは別に臨時便が運行される。南日本放送が単独で、また鹿児島シティ FMFM 薩摩仙台が二極合同で大会の様子や交通情報を伝える。2011年の 第11回大会以降では MBC がユーストリームを用いて生放送を実施し、中継を収録したものがテゲニの放送を休止する形で特別番組として近日放送された。ありがとうございます。